ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は本年6月に収録した拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田拓也さんの国際社会に向けたメッセージです。皆さん、家族会事務局長の横田拓也と申します。私の姉横田めぐみは1977年11月15日に新潟市の中学校からの下校途中に北朝鮮の工作員たちによって日本の土地から拉致されました。姉は当時13歳です。脱北した元北朝鮮の工作員の証言によれば、姉は北朝鮮の工作船の船底に閉じ込められ、強制的、暴力的に拉致されたといいます。姉は助けて、お母さん助けて、扉を開けて、ここから出してと叫び続けたそうです。姉の指は扉をかきむしったせいか血で染まっていたといいます。姉がその時に感じた恐怖、絶望、孤独はいかなるものであったかと思うと胸が張り裂けそうです。拉致されてから43年間、姉は絶望の地である北朝鮮で拘束され続けているのです。もしこのような恐怖と暴力に満ちた人権侵害が我が子や家族に起こったらどのように思うでしょうか。この人権侵害である拉致問題は遠い過去の物語ではなく、今もなお解決していない重大な問題であり、いかなる手を使ってでも北朝鮮がその人権侵害行為を即時停止するよう対処していく必要があります。拉致被害者の家族は1997年に家族会を結成し、日本政府に対し、そして国際社会に日本人拉致問題解決に向けて声を発しました。当時この問題は拉致事件ではなく拉致疑惑という解釈で捉えられ、決して解決に向けた動きが大きなものであったとは言えませんでした。それでも私たち家族会は我が子を救出するべく実名を公表し、訴え続けることを決めました。実名を挙げることで北朝鮮が拉致被害者本人を殺害し、拉致事件など存在しないと開き直る危険性があったものの、具体面を出さずして世論の形成と救出活動の高まりは得られないと判断し、あえて横田めぐみといった実名を公表して救出活動を開始したのです。日朝間の外交交渉の場で日本政府側から北朝鮮当局に拉致問題を幾度も提起したものの、北朝鮮は常にそのことを否定し続けました。日本政府は諦めることなく北朝鮮に問いただしましたが、何も得られることなく不毛な時間だけが経過しました。事態が一変したのは2002年9月17日に平壌で行われた日朝首脳会談の時です。日本政府から当時キム・ジョンイル委員長に拉致問題解決を迫ったところ、キム・ジョンイル委員長は初めて日本人拉致の実行を北朝鮮が行ったことを認めました。姉が拉致されてから実に25年も経過してのことです。なぜ北朝鮮はさらに日本人拉致事件を自らの犯罪であることを認めたのでしょうか。自らが罪悪感を持ち解決しようと考えたのでしょうか。答えは否です。彼らがそのような善良な心を持っているはずがありません。当時米国は同時多発テロの襲撃を受けて北朝鮮をテロ支援国家と指定し、今にも攻撃しようとする構えを見せていました。北朝鮮は米国の同盟国である日本に仲介の助けを求め、米国からの攻撃を停止させることを画策しました。そしてそのことの引き換えに日本人拉致問題を自らが犯した犯罪行為であることを認めるとともに、日本からの大規模な経済支援を奪い取ろうと考えたのが実際のところです。
改めて申し上げれば、北朝鮮には一切の健全性や罪悪感なるものはなかったことを私たちは認識する必要があります。北朝鮮は自身の体制の保障さえ守られれば、他人の人権や尊厳など何とも思わない国家なのです。2002年9月の日朝首脳会談の場で、北朝鮮は日本人拉致を自ら実行した犯罪行為であることを認めたものの、彼らが示した回答は彼らにとって都合の良い仕分けされた答えでした。北朝鮮は日本政府が当時認定していた拉致被害者13名のうち4名生存、8名死亡、1名未入境であると回答しました。私の姉横田めぐみはその死亡とされた8名の中にくくられました。北朝鮮は横田めぐみが1993年に死亡したと説明しましたが、生存された4名の拉致被害者が日本に帰国後に1994年まで横田めぐみが存在して生存していたことを証言し、北朝鮮が回答した内容が嘘であることを暴き出しました。また北朝鮮が日本側に示した証拠資料なるものは複数の箇所で誤りがあり、横田めぐみの死亡を裏付けるものは一切ありませんでした。さらに北朝鮮は2004年に横田めぐみが死亡したと説明するために横田めぐみの遺骨を持ち出してきました。私たち横田家は絶対に信じられない。北朝鮮が嘘をついているに違いない。直ちに科学鑑定してほしいと日本政府に要求しました。そして世界でもレベルの高い日本の科学鑑定が導き出した真実は、その遺骨が他人の偽遺骨であったことを暴き出しました。北朝鮮は13歳の無実の少女を主権国家から拉致した上に、その少女が生きているにもかかわらず、自分たちの体制の保障のためだけに他人の遺骨まで持ち出して幕引きを図ろうとしたのです。どれだけ人間の尊厳を無視した人権侵害行為でしょうか。私は北朝鮮を許すことができません。北朝鮮の拉致事件は日本人だけを対象にしたものではありません。タイ、ルーマニア、レバノン、韓国など多くの国に被害がまたがっていることも忘れてはなりません。私たち拉致被害者家族の辛い気持ちはみんな同じです。共に戦い、共に声を上げ、共に北朝鮮に拉致被害者の解放と拉致問題解決を求めています。北朝鮮当局が悪いことには、人権問題の視点で考えれば他国から拉致した被害者たちを拘束していることに加え、2500万人の自国民を事実上人権無視の状態で扱っていることです。言論の自由、移動の自由は奪われ、十分な食料医療を与えられず、明日の命をつなぐどころか今日生きられるかどうかの淵に立たされているのが実情です。監獄国家といっても言い過ぎではありません。私たち人類は2020年に新型コロナウイルスの脅威に初めて直面し、いまだにその完全収束には至っていません。国家によっては対処方法はそれぞれ違いますが、移動の制限による自由の束縛、医療崩壊に近い厳しい状態の現実、食料品の一時的不足による不安、いろいろなことを実感したと思います。では北朝鮮では何が起きているでしょうか。恒常的に食料は不足し、十分な暖は取れず、北朝鮮の指導者が声高らかに歌っていた肉の入ったスープどころか、腹を満たすことのできないわずかな食料、病気となっても医療を受けることもできません。自由社会に生きる私たちが数ヶ月間苦しんだ時間を、北朝鮮国民が何十年も獣以下の扱いを強いられているのです。さらに新型コロナウイルスの感染は国境関係なく全世界で感染が確認されているにもかかわらず、北朝鮮当局は今もなお感染は発生していないと主張しています。常識的に考えればそのようなことはありえません。彼らは北朝鮮国民が感染して苦しもうが、命を落とそうが、体制を揺るがさない限り、他人の人権、人命、尊厳などは何ら価値がないものと認識しているだけなのです。一方、金正恩委員長は自身が感染することを心配し、いまだに長期にわたって逃避を続けています。このような姿が国家のリーダーたる姿と言えるでしょうか。北朝鮮はもともと医療環境が悪く、いざ新型コロナウイルスが感染拡大すれば対処できないでしょう。その劣悪な中に拉致された日本人拉致被害者をはじめ、世界にまたがる拉致被害者たちがいれば、彼らは拉致された苦しみに加えてさらに厳しい時間の中に飲み込まれてしまいます。今すぐに拉致被害者たちを救出し、
自由社会の医療が十分提供される中に取り戻す必要があります。また拉致された被害者たちは実に長い時間を北朝鮮国内で拘束され続けています。私の姉横田めぐみは43年間も厳重な当局の監視の中で拘束されています。拉致された人々を待つ親たちは高齢化が進み、残念ながら再会を果たせず命を落とす者もいるのが現実です。拉致された本人も苦しみ、帰りを待つ人々も苦しむ悪循環が繰り返されているのです。私の父は家族会の代表として北朝鮮による拉致事件を解決させるために先頭に立って戦ってきました。2017年4月に入院し、ベッドの上から娘である横田めぐみとの再会を願っていました。しかしながら本年2020年6月5日、約2年の闘病生活も虚しく他界しました。87歳まで戦い続けたのです。どれだけ辛かったでしょうか。どれだけ一目でいいからその目で娘の成長を見たかったことでしょうか。このようなことが許されて良いのでしょうか。私たち人類は北朝鮮のこのような人権侵害を見ぬふりをし続けていいのでしょうか。北朝鮮はそれにもかかわらず核開発を進め、度重なる弾道ミサイルを発射し、地域の安全へ脅威を与え続けています。弾道ミサイル一発にかかる費用は数億円と言われています。もし彼らが先軍政治を改め、そして人権侵害行為を停止すれば、どれだけ多くの苦しみの中にいる者たちが救われることでしょうか。つまり北朝鮮の軍事的脅威は人権侵害合意と表裏一体であることを自由社会に生きる私たちは認識する必要があります。核開発を停止させ、人権問題である拉致問題を解決させなくてはなりません。国際社会が一枚岩になって北朝鮮に対し強く迫る必要があります。北朝鮮を利する行為を隠れて行う国に対しても厳しく迫る必要があります。このメッセージを聞かれている皆さんに申し上げます。悪意に満ちた北朝鮮当局の暴言に耳を貸す必要はありません。拉致されたまま人質として扱われている拉致被害者たちの声なき声に耳を傾けてください。強い意志を持つ私たちが拉致被害者たちを救い出さなくてはなりません。どうか若事としてこの問題を直視し、問題解決のために力を貸してください。北朝鮮はあらゆる嘘を並べて私たちの救出活動を阻止しようとすることでしょう。負けてはなりません。これは正義と悪との戦いなのです。北朝鮮は表面的に解決したことを演出するために部分的に拉致被害者を出してくるかもしれません。そのような時間稼ぎをさせてはなりません。騙されてもいけません。残された時間はないのです。すべての拉致被害者の即時一括帰国の要求水準を変えてはなりません。私たちは求め続け、そして北朝鮮へ圧力をかけ続ける必要があるのです。私の姉横田めぐみは今年で56歳になります。拉致された43年前と比べると日本は大きく変わりました。父は最先端の町に連れて行きたいと夢見ていました。母は姉と一緒に草原の上で寝転び、空に浮かぶ白い雲をゆっくり見せてあげたいと願っています。それぞれの拉致被害者家族が同じような希望を描いています。どうかこれが現実になるものなるように私と共に北朝鮮と戦ってください。最後に金正恩委員長に伝えます。全拉致被害者を即時一括帰国させ、拉致問題を解決しさえすれば北朝鮮は明るい未来を描くことができます。あなた自身の体制の保障も約束されることでしょう。どうか問題解決のために勇気ある英断をしてほしいと思います。恐怖と暴力で支配する統治ではなく、明るい未来を描けるリーダーとなってください。私たちは絶対に諦めません。絶対に負けません。必ず拉致された被害者全員を救出します。ありがとうございます。今週は拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田拓也さんの国際社会に向けたメッセージをお届けしました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。
日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は工場の月をお聴きいただきます。それではお聴きください。いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次に今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。で冷え
たのかしら。24色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ。いかがでしたでしょうか。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。